さあ次はあうっちゃり、皆さんうっちゃりってしてますか。うっちゃり寄ってきたところを逆転、どんな字を書き出してますか。ひらがなでうっちゃり、これは誰でも読めるんですよ。漢字でうっちゃりって字があるんです。はい、初めて見たの。テレビではうっちゃりってひらがなで書いてあるんですね。本当はこういう字を書くんですよ。はい、はい、じゃあ打ち捨てるね、これはこのすごいのが打つのは分かりますよね。ここ廃棄物の捨てるんですよ、これね。人間同士を投げ飛ばすなんて廃棄物を捨てる、廃棄の木を打ち捨てる、打っちゃう、これ打っちゃうと言うのね。漢字は分かりますね。体をひねる、はい、手を挙げて、手を挙げてください。皆さんも挙げてください。何をするかというと、ひねって、そってひねる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 、わかりますか。そってひねるんですよ、ね、こういう運動じゃないですか。そってひねらないですか、ね、はい、いきますよ、はい、手を挙げて。そして最後に1、いや、2、いや、ここ号令かけてください。はい、せーの、いきますよ。1、いや、2、いや、1、いや、2、いや、1、いや、2、いや、さあ、よし、やめー、はい、乗れ。さあ今のうっちゃり、ね、打ち捨てる、分かりましたか。はい、次深呼吸、まあ、深呼吸って言っても呪いの方で、はい、構えてください。はい、ここは90度、そしてこの顔は胸が前に出るように、肘が後ろへぐーっといってください。痛いですよ、これ痛いでしょ、ぐーっと、ね、そのまま前向きます。1、2で広げて、3で息を吸って吐く、はい、構えて、はい、1、2、3、はい、吸って吐く。さあ一番最初のこれが大事なんですけど、こうやってもらいたい。はい、1、はい、で1、2、3、4、5、この運動だけでもすごいですよ、何回かやるかね。さあね、それから最初にやりました尊虚、何かに捕まってね、尊虚の体操をしてください。皆さん何も持たずに尊虚できますか。フラフラしますよ、ね、尊虚の体操をしてください。尊虚の体操10回もやる、十分、ね、毎日やる、足首強くなる、バランスの運動なんですよ、相撲はバランス。はい、お相撲さんは、これで、降りてもらいます。はい、ご苦労様。次、怪我からお相撲さんが、お相撲さんが勝ちますと八名乗りを受けます。八名乗りを受けて勝った人は八名乗りを受けます。懸賞金があるとその後この上に懸賞金がある、なければそのまま帰る、手刀となります。はい、ですね、なんで手刀っていうか、こっから先を手刀と言います。これを切っていただけと、こういうことです。手刀を切るということは、まっすぐ上から左、右、真ん中、ね、というふうに切ります。
41年ぐらいに双葉山の理事長が左、右、真ん中と打ちなさいと。今まで自由だったんですね。好きなことやってたんですよ。だから心って書いてくるという人もいた、ね。延長金になったのが昭和31年ぐらい、初代若野花の都知事式若野花時代の時にお金になりました。それまでは品物もらいました。戦争直後で、物が不足してきましたので、お米とか芋とか大根とか野菜物をもらって、これが懸賞金だったんです。昭和31年にやっと懸賞金になりました。さあ、左右真ん中、総理の神様三神に左右真ん中と、こういうことです。ですから三神に感謝を込めていただくということです。この行司さんの持っている軍配、これは三宝の代わりなんですね。神様の使いで見れるわけです、これって、ね。だからわしづかみにしたりしたら行儀悪いっていう、怒られるのは当然のことですね。はい、いきますよ。皆さん、勝ち名乗りを右手で受けます。その次に勝ち名乗りを受けて1、2、3、左、右、真ん中、いきますよ。はい、皆さんの勝ち。はい、左、右、真ん中で懸賞金を皆さん、このくらいの懸賞の時はね、簡単ですけど、こんなにある時はね、ね、いいですね、あれね、もらってみたいですね、あれね、こんなに打つよ、これね、こんなに、ね、一つ、万円入ってる、知ってるけど、言わないです。次はですね、弓取り式の、弓取り式の、ちょっと説明をします。弓取り式は皆さん毎日やってると思ったら大間違いです。昭和27年にやっと毎日やるようになったんですよ。昭和27年までは1回しかやらない、千秋楽しかやらなかった、ね。そして千秋楽に1回やるんですが、その弓を振るお相撲さんはいつもどこに行くかというと、ここにいるんですよ、向こう上面。そして勝った方へスルスルスルと行きます。さあ、昭和27年にというと誰も、こんなお相撲さんがいました。東富士、千代の山、鏡里、覚えてますか。こんなお相撲さんですよ。その頃に昭和27年、もう一つ大事件が起きました。大事件じゃなくて大改革ね。柱がなくなっちゃったんです、ね。釣り屋根にしたんです、昭和27年。なぜかというと、テレビが始まったからです。テレビ放送が始まるんで柱を取っちゃった。その代わりに草をぶら下げた。だから4つの草は柱の代わりなんですね。ね、最初からついてないんですよ、草は。草は柱を取ったから、その代わりに4つの神様のところに草が並ぶということです。黒、青、赤、白を表して、ここに草が垂れてる、ここではないですよね、というわけです。今から弓取り式の説明をしますので、ちょっと聞いてください。勉強になりますよ。さあ、もしも東方力士が勝ちますと、1、2、3、ここでくるっと回るんです。
こっちへ。こっちには回らない。絶対回らない。こっちに。弓取り式も横綱の土俵にも全部こっち。こっちは正面、天皇陛下の座る席がそこにあるわけです。ね、そしてここで、四股を踏みます。四股を踏む前にビュン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 を回します。ね、もっと今日は強く回すことがあります。弓取り式のお相撲さんは足が短い。足が短くても横綱と同じをここを離れてるというのがすごい。ね、ビュンビュン回しまして、空気中に漂う悪霊を蹴散らします。わかりますか、ね、だからこうやって音がするようにやるわけですよ。さあ次、これ掘り起こし作業なんですよ。掘り起こし、何を掘り起こしているかというと、この地に潜む悪霊がいるかどうかを掘り起こし探してくる、ね、そして鳴らすでしょ。そして足の裏で踏んづけて四股踏むでしょ。出てこないのに、もう出てくるなと、こういうことです。さあ、掘り起こし作業を東側が勝ちましたら3回、勝った方は3回、1回、2回、3回、負けた方はどうするかというと2回になっちゃうんですよ。1回、2回。もしもこちらが勝ったら、こちらが3回で、こちらが2回ということになります。そして、終わりましたら、四股を踏んで、ね、これを担いで、せり上がりってありますね。これ、何でしょうか、これは。ね、これは、この空気中に漂う悪霊を外に送り出す所作なんです。横綱の場であるんですけど、あれ、みんな外へ出てきたんですよ。悪霊を多分追い出すと、こういうことなんです。さあ、これが終わりましたら、立ち直って、右向いて、また3歩で帰ります。こっちから1、2、3歩、ずっと、こういうことです。まあ、うまい具合で、歩幅が合うように偶然に、弓取り式のお相撲さん、足が短いです。吐く方が足が長い、同じ歩幅で、そうでないと合わなくなっちゃう。ね、今日ぶっと固いね、横綱同じ所作をします。さあ、ここで終わりましたら、指を頂戴持ったままここで終わりということです。長々とお話ししました。まだまだいっぱいあります。相撲の一部分を今日は紹介しました。いっぱいありますよ。屋根のこととか、模様のこととかね。ほら、ここに徳田原ありますね。蛇の目の砂って、なんでこれね、全部深いものがあるんですよ。簡単なもんじゃないんですよ。ね、そこに、日光東照宮400年。ね、400年前、相撲ありましたよ。とっくに。はい、ただ、丸がない。ね、その辺で倒したら勝ちと。ような相撲、まだこういう興行がないちょっと前ですね。その後興行が始まります。相撲の面白いところをちょっとつまんでみました。違う角度から見ていただくと大変面白いかと思います。今日はこれで終わります。はい、ありがとうございました。